はビーガン、菜食主義と言われる芸能人。衝撃度ランキングトップ11。今世界中で急増している。ビーガンやベジタリアンなどの菜食主義者。日本では、ちょっと変な人がやるものなんて印象も強い菜食主義ですが、健康面や動物愛護の観点から実践している人の理由は様々です。実は私たちがよく知っている芸能人の中にも、ビーガン、菜食主義と言われている人たちがいます。今回はそんな方たちを衝撃度順にランキング形式でご紹介しましょう。第11位、二階堂ふみ。女優の二階堂ふみさんは、動物愛護という観点から、肉や乳製品を摂ることを控えて菜食中心にする、ビーガンの食生活を取り入れていることを公言しています。実際に、二階堂さんが2020年にヒロインを務めた、NHK 連続テレビ小説、エールでは、夫婦でカツを食べるシーンで二階堂さんだけ大豆を用いたソイミートのカツが用意されるなど配慮がありました。二階堂さんは5年ほど前にフェレットと暮らし始めたことがきっかけで動物福祉に関心を持つようになり、生活スタイルや価値観が一変したようです。第10位、ソニン。歌手で女優のソニンさんは2009年に舞台の役作りのため減量したいと考え、歌手のマドンナさんが実践していたマクロビオティック、穀物や野菜を中心に摂取する食事法をはじめ、マクロビオティックを実践した結果、自然と肉が食べられなくなったと語っています。また動物愛護の観点からもビーガンを続けているそうです。2021年にソニンの美ビーガンという本を出版しており、ビーガン界からは日本を代表するビーガン女優と言われています。第9位、ローラ。モデルのローラさんも2020年から肉を食べていないことを公表し、2022年には今はだいたい8割くらいビーガンで2割はお魚をいただいているとロサンゼルスでの食生活を語っています。ただその時点では完全なビーガンではなく、フレキシタリアン、菜食主義の一種で肉や魚を時々食べるであるようです。肉を食べなくなった理由は環境問題への配慮と動物愛護の両方にあるようで、 SNS などでビーガンを目指すことやビーガンの意義なども発信しており、日本においてビーガンのインフルエンサー的な位置づけになってきています。第8位、松井玲奈。元 SKE48 の松井玲奈さんは女優としても順調に活躍されていますが、実はベジタリアンだという噂があります。ただベジタリアンといっても松井さんの場合は肉が好きではないだけのようで、肉を一切口にしない主義でもなく、食べなければいけない時は食べるよというスタンスのようです。好きではない理由は肉の筋が飲み込みにくいからだそうです。結果的にベジタリアンになるわけですが、松井さんのような場合の方をノンミートイーターと呼ぶそうです。第7位、ハリセンボン。近藤春菜。お笑いコンビハリセンボンの春菜さんも3年ほど前からビーガンを始めたのではと言われている芸能人です。本人のブログでは料理を投稿することが多いのですが、2020年5月の新しいこと指導します以降は肉類を使わずに雉肉の大豆ミートを使った料理などを複数回アップしており、また野菜の料理が中心の食生活という本を紹介したりしています。ただ海鮮弁当やエビチリなどの写真もアップしていることから、春菜さんは魚介類は避けないベジタリアン、ペスカタリアンを実践している可能性が高いですね。第6位、水川あさみ。女優の水川あさみさんもお肉は食べないが魚は食べると公言されており、近藤春菜さん同様にベジタリアン、ペスカタリアンの可能性が高い方です。水川さんがおしゃれイズムに出演した際には自家製の調味料や動物性のものを使用しない夕食を披露しています。また2019年に結婚された久保田正孝さんもお肉の代わりに大豆ミートを食べていると番組内で明かしていましたので、夫婦で健康志向の考えのもとお肉を控えているようです。第5位、ブルゾンちえみ。元お笑いタレントのブルゾンちえみさん、現在は本名の藤原しおりさんとして活動をしていますが、菜食主義者であることを SNS で発信している有名人の一人です。厳密にはお肉は食べないがお魚は食べるペスカタリアンを実践しているようです。2018年に「網小さな宇宙人」という本を読んだことが肉食をやめるきっかけだったと語っています。この「網小さな宇宙人」という本の中では
肉食が罪なき者を殺す残酷な行いという視点から描かれており、すっきりした気持ちで肉が食べられなくなったといいます。また環境問題への意識も高く持っていらっしゃる方です。第4位、小籔千豊。お笑い芸人の小籔千豊さんはお肉を食べない菜食主義者として有名な方です。幼少期からお肉を食べないご家庭で育ったようで、おじい様が自然食品の商売をしていた関係からお肉はほぼゼロの生活で、子供の頃から玄米や酵素を取り入れた健康食を食べていたと語っています。ただ魚を食べるペスカタリアンで、テレビ番組でマクドナルドで何食べるの？と聞かれた際はフィレオフィッシュあるやんと返答して笑いを取っていました。第3位、杉本彩。現在は動物愛護活動家としての顔を持つ杉本彩さんも菜食主義者の一人です。インスタグラムでは自身のことをネオベジタリアンと呼んでおり、お魚も卵も大好きで、時々完全に動物性を抜いてビーガン料理を楽しむ生活のようです。ご自身ではネオベジタリアンと表現していますが、杉本さんの食生活は海外でも流行しているフレキシタリアン、動物性の食品を意識的に減らすスタイルにカテゴライズされるようですね。第2位、庵野秀明。新世紀エヴァンゲリオンの作者としても有名なアニメーター、庵野秀明さんもベジタリアンとして知られる有名人です。基本的にお肉やお魚などの動くものが食べられないと語っており、可愛いからとか愛おしいからのような動物愛護的な感覚ではなく、単にお肉やお魚が死体にしか見えないということが庵野さんが動物を食べない理由のようです。ただお寿司屋さんではカッパ巻きと卵ばかり食べていると発言していることから、ビーガンではなくベジタリアンのようです。第1位、中野サンプラザくん。ミュージシャンの中野サンプラザくんもビーガンとして知られる芸能人の一人です。1995年頃から10年をかけてビーガンになっていったそうで、現在は卵、肉、魚などを食べないビーガンです。菜食実践の動機は健康にあるようで、お肉をやめてから体調が良いことなどを語っていました。ちなみに中野さんが昔実践していたポーヨベジタリアンは、動物性の中では鶏肉と鶏卵の身口にする食生活で、牛肉など赤肉の健康への悪影響を懸念して実践されることが多いベジタリアンの一種です。いかがでしたか？様々な理由で菜食主義を実践されている方がいますが、実は女優の中谷美紀さんも以前はビーガンだったといいます。しかし突発性難聴、めまいなどの体の異変に悩まれ菜食主義をやめています。医師からビタミン B 群とナイアシンをしっかり摂取するよう言われてから悪夢を全く見なくなったと明かしており、安眠、快眠にはビタミン B 群とナイアシンをしっかりと取りましょうとも語っていました。このように全ての人に当てはまるわけではないようですので、自身が無理なく健康的に豊かに暮らせるために、好きな形で食事のあり方を変化させていくことが大切ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。